海底神殿ですよ、皆さーん。ついにこの時が来てしまったか。ちょっとこの実況シリーズにまだ空いてしまいましたが、また霊夢とマリサとヨウムのマインクラフトやっていきたいと思います。確かになんだかんだで久しぶりだね。そして今日は残念なお知らせがあります。残念なお知らせ。今回、ヨウムの海底神殿の視点がありません。なんだと？なんだと？このシリーズ始まって以来の初めてのミスです。逆に今までミスがなかったのも珍しいけどな。3視点もあるから取り逃しとかあるかなって思ってたけど、ここまでノーミスで来れたからな。ってことで今日は主に2人に活躍してもらいましょ。私が海底神殿を壊滅させてくるか。さて、何が必要だ？水中戦が有利になる防具か。そうだね、今日のこの日までに水中呼吸や水中歩行、水中採掘が付与された防具をたくさん集めていたから、それフル活用しましょ。あとこれな、トライデントも持っていこうぜ。あ、たまたまできた紙トライデント。あ、そういえばそんなものも作っていたね。どんなに強い防具でも攻略するまで息は持たないと思うんだけど、そういう対策とかって何か考えている？それはですね、ソウルサンドを使いましょう。あ、そういえばソウルサンドって水中に設置すると泡が出てくるんだっけ？そうだったわず。昔のバージョンだとドアとかを置いて空気を確保するってやり方もあったよね。今はもうアプデでできなくなっちゃってるけどね。私はもうある程度は準備ができたぜ。私もこんなもんでいいかな。じゃあ、ネザー経由で海底神殿に向かいますか。今回攻略する海底神殿は以前見つけたものだよな。そうだね、確かバイオーム探しをした時に見つけた海底神殿に行きます。あのバイオーム探しもだいぶ前のことだよね。パート15とかの出来事だったわず。パート36だもんな。そりゃちょっと懐かしく感じるわけだ。夜だね。ベッド持ってきたので一回寝ますか。そうだな、これは朝にしておいた方が賢明な判断だと思うぜ。痛い、なんだ。うん、どうしたのヨウム。いや、今何かに殴られたんだけど。お前が寝ないと私たちも寝れないから早くしてくれ。え、本当に何だったんだろう。ふっふっふ、今回攻略する海底神殿は、あれか。一番近い陸地がここなんだ。あそこまで丸石で道作ってもいいかもね。あ、ここにチェスト作っておいたので何かアイテム入れたい人はどうぞ。お、了解だぜ。海底神殿に行く前に一つやりたいことあったんですよ。やりたいこと？見てくださいよこれ。歩いたところが氷になっている。それは、氷上歩行のブーツか。そう、エンド式で手に入れた氷上歩行のブーツを持ってきました。すごいねこれ、水中の上でも楽して移動できるね。でも今回の海底神殿の攻略には役に立ちそうにないけどな。さて、じゃあ遊びはここまでにしておいて、神殿までブロックで橋繋げていきましょ。ブロックは足りるの？土ブロックがたくさんあるからこれを使っていきます。足りなくなりそうです。もうブロックはないのか。さっきのチェストに入っていたかも。マリサちょっと取ってきてよ。わかったぜ。うおー、呪いがついてしまった。私も今ついた。私もだぜ。これでほぼブロックを壊せなくなってしまったね。どこまで伸ばせばいいか。もうそろそろじゃない？そこで右に切り替える感じ。じゃあこの辺から再び私が道を引いていこう。霊夢に導かれていく。この辺にちょっとした拠点あってもいいかもな。あ、そうだね、広い陸地作ってもいいかも。緊急避難所的なね。よし、これで海底神殿の真上に行くことはできたかな。事前準備は完了かな。それじゃああとは攻略するだけですね。よーし、海底神殿行くか。というわけで皆さん、新コーナーを始めます。うお、なんかいきなり始まったな。今日から動画の途中に小コーナーを挟んでいきます。何をやるんだ一体。PC 版のマイクラでモッドやデータパックで遊んでいくっていうコーナーです。そういえば最近データパックの動画やってたよな。そう、でも動画時間が短くなっちゃうから、霊夢とマリサとヨウムのマインクラフトの新コーナーに入れたらいいかなって思って。なるほどな。さて、今日はこんなものを用意してみました。うん、これはゴーレムか。よくわかってらっしゃる。でもブロックが違うぞ。鉄ブロックじゃなくてアメジストブロックになってる。アメジストを鉄のブロックの代わりにしてこのゴーレムソウルをかけると、うおお、なんだこのゴーレムは。アメジストゴーレムが誕生しました。めちゃくちゃいかついな。これはゴーレムをたくさん追加するモッドなのです。これ以外にも小麦ゴーレムや黒曜石ゴーレムなどがいます。こんな感じでゾンビくらいだったら楽に倒せちゃいますね。まあアイアンゴーレムもこれくらい強いんじゃなかったか。でも防御力というか体力は明らかに普通のアイアンゴーレムより多いのよ。ちょっと鉄の剣で殴ってどれくらいでやられるか試してみましょうか。お、なんかゴーレムにヒビが入ったか。こういう細かいところも凝っているみたいですね。っていうか今気づいたんだが、近づくとかすかにキラキラキラーって音がするな。アメジストの輝きの音ですよ。
ってな感じで体力はそこそこあるみたいですね。というわけで今日のショーコーナーはここまでです。アメジストゴーレム。こいつはかなり強力な味方になりそうだぜ。よかったら皆さんも試してみてはどうでしょうか。それで破壊艇神殿の続きをお楽しみください。これって入り口どこにあるんだっけ？普通に正面から入れるんじゃないかな。とりあえず霊夢についていくね。ここから入れるね。オッケー、そこから内部に入っていこう。やばい、意外と息が持たないな。お前の防具水中呼吸ついていないのか。水中歩行はついているけど水中呼吸はついていないね。内部に入ってすぐソウルサンド置かないと。ヨウムは水中呼吸ついているの。私もついているよ。何？じゃあ一番危険なの私じゃない。とりあえずソウルサンドで呼吸はできているみたいだな。それじゃあ改めて侵入していきますか。呼吸がしたくなったらまたここに来ればいいか。いや、ソウルサンドはいくつか持っているから、呼吸がしたくなったら設置するよ。呼吸がしたくなったら霊夢のところに行けばいいのね。お、この辺ちょっと広めですね。エルダーガーディアンがいそうな雰囲気がしますね。そういえばここの中心部分に金ブロックが隠されているらしいな。お、じゃあ採掘速度低下を解除したら回収しましょうか。そうしようぜ。エルダーガーディアンは何体いるんだっけ？確か、全部で3体だったかな。今のところエルダーガーディアンどころかガーディアンもあまり見ないな。ひょっとしてここの海底神殿簡単ですか？あれ、あそこに見える尻尾は。うん、何か見つけたヨウム。エルダーガーディアンだ、ここにいたよ。本当だ、なぜか黒くてわかりにくいけどここにいるぞ。そして思ったより攻撃力が高い、これは油断するとやられるな。あ、倒した倒した。よりによって視点がないヨウムが倒すんかい。ごめんごめん、思ったより弱っていたみたい。最初の私の特攻が思ったより効いていたみたいだな。まあひとまず一体討伐完了と、あと残りは2体か。次はどっちに進みますか？もうちょっと迷い気味なんですけどね。迷って出られなくなったら最悪壁壊して出ようぜ。あ、皆さん、エルダーガーディアンいました。本当だ、ここから尻尾が見える。とりあえずここにソウルサンドを置いたんで呼吸しながら戦いましょ。了解。せっかくならあのトライデントで倒してみたら。あ、あの最強のトライデントか。今誰が持っているんだ。あ、それは私が持っているよ。お、じゃあヨウム任せた。私だけで倒せるのかなあれ。おお、4発で倒してなかったか。思ったより強いね、このトライデント。しばし5、チャネリング1、忠誠心3がついているんだよな。しばしがこの海底神殿には強いよね。水中生物特化みたいなエンチャントだっけ。そうそう、水の中にいる生物に有効っていう。なんか海底神殿以外でも普通に使えそうだな。気づけばあと1体。ラスボスはどこにいるんでしょうね。案外スムーズにいけちゃうもんだな。ポーションがないってのが唯一の不安材料だったけど、全然ソウルサンド戦法で戦えるじゃん。しかもエンダードラゴンとかの後に攻略しているから簡単に感じてしまうぜ。難易度で言ったら完全に向こうの方が高いよね。あ、ラスト1体発見しました。そいつをやれば終わりだ、みんなやるんだ。オラ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 、私のダイヤ剣も食らえ。やったー、これで完全制覇かな。海底神殿は攻略とみなしていいだろう。イエーイ。そのまま神殿をうろうろしていたらスポンジも見つけちゃいました。海底神殿の収穫といえばこれだね。これで水抜きが楽になりますよ。でも水抜きするような建築するかは微妙だがな。まあそうなんですけど。これエルダーガーディアンの呪いがまだついているから掘れないんだね。あいつを倒したら解除ってわけでもないんだよね。時間が経つまでちょっと面倒だな。こやお、解除されたっぽい。これでスポンジが回収できますね。結構量があるな。ヨウムも手伝って。今掘ってるよ。じゃあ私はここの金ブロックを拝借。あ、金ブロック泥棒のマリサだ。いや、スポンジ泥棒に言われたくないわ。スポンジ泥棒ってなんかしょぼいね。それだったらまだ金ブロック泥棒の方がいいわ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側、実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常、Twitter では動画の最新情報、ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。